はい、今回の動画ではストロークのコントロール方法について解説をしていきたいと思います。前回の動画ではラケット面ラケットをどのように操作していくのかどのようにコントロールするのかといった点について解説をさせていただきました。今回ののの動動画では,では振り抜き方方向力の動く方向力くを どうコントロールするかによってボールをコントロールする方法について解説をしていきたいと思います基本的にはボールの飛ぶ方向というのはこのスイングが動いていく方向この方向と同じ方向にすることが大事なポイントになってきますですので前方向に力を飛ばしたければスイングとボールを前方向に スイングしてああげる必要がありますそして上方向に飛ばしたければスイングを上方向に飛ばしてあげるそして例えば左方向に飛ばしたければスイングは左方向右方向に飛ばしたければスイングは右方向に動かしてあげる必要があります。このように考えてください ですのでボールに対して打っていく時に面だけでコントロールするのではなく振り抜きの方向しっかり振り抜く方向をボールの方向と合わせるようにしてみてくださいそのためのポイントは打ちたい方向とボールそして構えの位置この関係を作るようにしてみてください打ちたい方向がまっすぐの方であれば ボールに対してまっすぐの方向の後ろに構えを作るそうすることによってスイングした力がまっすぐの方向に働きます例えば上方向にロブのようなボールをしたいのであれば打ちたい方向が上方向なのよに対してボールの後ろとなると下ですねの方向に構えを作りますそうすると上方向に力が働きますこのように打ちたい方向と ボールそして自分の体のの体位置の関係これを作ることによって振り抜く方向が打ちたい方向になるので力があなたがコントロールしたい方向に向かうということになります。 はい、前回と今回の動画でストロークをコントロールする方法について2つのアプローチ方法をご紹介しましたもしあなたが鋭いボールでしかもしっかりコントロールしたいという場合には是非お試しください。今回の動画は以上になりりまますありがとうございました